今回はきっと海賊団の壊滅は過去の SBS で予言されていたと気づいた読者の反応集を紹介します。全滅するって伏線だったわけか。小田くん、見損なったぞ。麦わら海賊団すら覚えきれねえよ。この人数描いてるとテンポ悪くなるしもう出さなくていいぞ。こいつら全員死んだのか。破国で全員消滅してて草。パパすいて草。スポンジボブ追って草。頭がやられたからってすぐ降伏って舐めてるやろ。キラー以外ウソップとかナミと同じ少年のやつしかおらんってことやんけ。実際実力的にはそんな感じやろ。そもそもあの国でも全く活躍してなかったし全滅もクソもねえわ。ほんまな、みんな何してたん。一瞬で死んでて草なのだ。UK ってなんかいいよな。というか名前がアルファベットのやつってすげえ。こんなモブに使うのもったいない。それよりキラーがかわいそう。ついですぎる。小田くんは毎回こいつらちゃんと書いてるんか。牢の海賊団が部下が雑魚すぎって言われとったけどこっちの方が雑魚だったの草。数十秒できっと海賊団壊滅させて草シャンクス強すぎる。ハート海賊団と岩の国戦争後で戦力補充が全くなかったの。なんでやろって思ってたらもう用済みだったのね。パパスおるやん。黒ひげ海賊団と普通にやり合ってる牢のとこのがマシだったな。ミスター3でドリーとブロギー捕獲してたバロックワークス強すぎる。シャンクスが技名言ったの20日。ミスター3ドリーブロギーきっと海賊団。これどうすんの ?3 は4校幹部だからな。あのマゼランの足止めが可能な超有能やぞ。マゼランって海軍所属なら最低でも中将やろ。閉鎖空間内限定で対象クラスはあると思う。レベル6ボコレルとかそのぐらいやろうし。一瞬で死んでてかわいそう。2対1とはいえビップマム倒したのに瞬殺されるんか。って絶望してたけどよく見直したら。ビップマムにダメージ入れてたのほぼローやったわ。最後のレールガン的なやつも場外に押し出しただけで大して効いてない。まさかシャンクスが4校で一番強いんか。二人とはいえビップマムを倒したきっと瞬殺なんて力の差えぐいやろ。カイドウダイナリシャンクスビップマム黒ひげぐらいちゃう。黒ひげはまだ未知数なとこあるけど。ローが強かっただけってことや。きっとはシャンクスに挑むのはいいとしてもっと戦力充実させるべきやったな。敵対した海賊すぐ殺しちゃうし。まあ瞬殺されてるから変わらんかもしれんけど。3は個人的にすげえ好きなんだけど。ノトリアスビップおるやん。ええー、な、海賊らしいやんけ。シャンクス命をかけろよ。命乞い保護は濃すぎる。シャンクスに貴重な技レパートリーが追加されてよかった。ドリーとブロギーが一番ひどくて草。30億がワンパンとか強すぎやろ。泣きながらポーネグリフこすりつけて草。シャンクスひどすぎて草。ドリーとブロギーもクズやんけ。ロックスターってロックスの生まれ変わりらしいな。ロックスター殴られただけでキレるシャンクス。まずドリーとブロギーが誰かわからない。ロート二人でマム倒したのになんで一人でシャンクスやれると思ったのか。シャンクやれ。これもうマムとカイドウ星人だろ。ロックスター出番あるの草。ルフィギザオは友達だ。ロックスター愛されてんな。絶対ロートキッドが後でまた出てくるやつだよ。ロックスターそろそろ見たいわ。うせろ。やれ。技増えたな。卑劣すぎて草。ポーネグリフすりつけられるシャンクス草。シャンクスのやれがガチだったら祭りや。ロックスター幹部まではいかなくてもそこそこ重役っぽいけどこんな雑用やらされるんか。せめてロックスターに船渡したれよ。おだやれシャンクスはい。長々やるような話ちゃうし大して引っ張ってもないやん。爽快感あってはいは好きやけどなこういう展開。白ひげ海賊団で全員書いても使い切れんって反省したんや。すぐ死ぬからな。これだけいて能力者二人。言うて破国がすごいだけでキャラが強いとはならんやろ。キングパンチみたいなもんや。三国志関係ないけどパパスモブにされるとは。多分こっからキッドがまた生け捕りみたいになって後半でシャンクスと共闘とかやるんじゃない。だとしたらどんだけ四皇に捕まるんだこの雑魚はって感じだが。生け捕りにするメリットないやろ。腕切ってもなお歯向かってくるしビップマムとカイドウにも喧嘩うるいかれた野郎やぞ。服従とかありえないし殺すやろ。もう死んだ定期。名前適当すぎるなんや UK って。一通りキャラ作って気に入ったものは本編であとはモブで作ってるんやろ。キャプテンキッドをこんな簡単に消化して終わりにしないだろうしどうせ生きてるやろな。死んでないやろ浮かんでるだけ。設定作って表に出ないだけでいろんなことがちゃんと意味あるのは良いことだな。フォーマンガはシンクロ率何パーセントとかやってるけど設定とか何もなしでただ場当たりでやってるだけだったわ。1億のやつに全滅させられる部下雑魚すぎやろ。100年以上前の1億やから今のレートだともっと高いやろ。船のど真ん中ぶち抜かれたし20人は死んだやろ。船長のワンマン海賊団は脆いな、キラーしか当てにならない。って言ってもワンピースの海賊団ってほとんどそんな感じか。少数精鋭の海賊って主人公サイド以外だと前半の黒ひげくらいしかおらん。ガープの戦闘描写まだ。なんか吐いてるやつおったよな。神のみ、不老不死のみ、磁石。
ここまでようやった方では、きっとこのまま退場なんか。牢のところは剣の壁性能は一流だったりと弱いなりにまだ武器はあるからな。覚えなくていい？これも伏線やったのか、震えるわ。インフレしまくって過去キャラの株落としまくってんのさすがだねおだっち。逆に過去キャラの格落とさないままの漫画とかあるんか。ぶっちゃけきっとは味方になろうが死のうが特にどうでもよくない。最近の SBS って小田くんが設定ノート公開してニチャルバになっとるよな。あれで勝てるんならカイドウより強いのでは。白ひげ殺しに来たカイドウ無傷で追い返してたし普通にシャンクスのが強いんやろ。こういうキャラまでちゃんと計算したら最終回までにアンパンマンのキャラクター数抜いてギネス取れそう。こいつまた4校に負けてるやん。もしかしたら4校全員に負けるんかもな。そもそもきっともローも能力者が船長一人って時点で露骨に活躍させる気ないやん。30億はシャンクスがもらえるんか。表彰状ももらえるで。きっとかませはなんかちゃうわ。最悪の世代ウルージさんだけノータッチやけどどうすんの。クラッカー倒したとこから落とさたないけど。カムサリアン。どうせ一人も死んでないんやろ。さすがにきっと海賊団じゃなくて赤髪の部下になりましたって落ちやろ。ドリブロも人殺しするようなキャラちゃうし。殺してて草。赤髪の小物感すごい。これで退場なら見直したわ。この戦いも描かないと思ってたし。仮にもビッグマムとやり合ったキッドがワンパンってインフレしすぎやろ。相対的にマムとカイドウ弱いことにならねえか。いや、シャンクスが強すぎるのか。これより強いミホークやば。最近にしては比較的読みやすくていいな。普通に能力者なのに水の中だから動けなかった伏線やないんか。両派が入ったな。食わすといいことあんの。10倍になって帰ってくる。青年ルフィが一撃で倒してなければあの魚すげえ強かったで倒せたやろ。容赦ねえな。サンクスカムサリ使うんか。必殺技打つ前に殺すのはレギュレーション違反やろ。シャンクス未来史で出張ってきたんか。お前の腕よく馴染むぜ。金塊の主のランクがどんどん上がっていく。なぜそんなことを。黒ひげ来てるやん。勝手に見た未来で襲ってくるって半分糖質だよな。バリバリって音を発してるけどこれ何の能力や。和王色極まるとみんなそんな疑問出してる。この巨人とルフィゾロを殺しかけたミスター3ヤバい定期。エースにはかけれなかったんか。制約系の何かがあるんやろ。腕を失うことでルフィが強くなるだけ自分も強くなる的な。キッドの海賊団ってキラー以外はモブやろ。ローのとこより弱くね。なんで島にいた巨人仲間にしてんの。キッドも新しい時代の一人に入れてあげなよ。ロジャーのカムソリ食らって割と平気だったおでんって強すぎなんじゃ。キッドは慣れ合い枠で最後までグダグダ参戦し続けると思ってた。そんなに怖いか。新時代が。なお全員死んでない模様。命乞い虫で草。ここまで引っ張ったキッドかませにするとかバキかよ。死体蹴りとか最低だな。ウソップ幻滅するぞ。黒ひげはミツメ族のプリン誘拐してたからポーネグリフ全部解読し終わったんかな。カイドウマム並みに強くね、シャンクス。つまりシャンクス以外のベックマンだのラッキールーだのはザコってこと。でもキッドの片腕落としたのはベックマンらしい。戦員は全員強いやろ。参加がザコって話や。